こんにちは、トリカラチャンネルです。学研の株とエビ飼育、再開から13日目です。卵の孵化からは11日目ですね。エアレーションの効果で、油膜が発生していないですね。飼育水の透明度も高めになったような。それでも、掃除兼水交換は同じペースで行います。イロハス天然水、また買っておかないと。見事な脱皮殻が浮いてます。健康的な殻ですね。エアストーンは使わないんですか？ホースだけの方が見た目がスッキリなので、このままでいいかなって思ってます。一回のお掃除でどれくらいの量の水を交換しているのですか？だいたい 200ml ですね。それを12時間おきに行ってます。1日で 400ml も交換するんですね。水質を安定させるにはこれくらいは必要かなと考えてます。なるほど。じゃあね。より良い飼育法を常に追求するのがカブトエビ飼育。カブトエビ飼育は研究。学研は研究の厳しさを教材にしてくれているのです。ご視聴ありがとうございました。おまけ動画はこの後。Oh, oh, 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 oh